はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日はですね、5月の4日です。はい、曜日としては水曜日かな、うん、になりますけれども、祝日なので、まあ、昨日と同じでお休みです。はい、はい、今日は緑の日ですね、うん、はい、この間エピソードにね投稿したことがあって、それ昭和の日でしたよね、うんうん、昭和の日のお話しましたけど、もともと緑の日はそこにあったんだけど、ここの5月4日に移動してきたというような話をしましたよね、うん、はい、ということで、まあ、今日は緑の日っていうので、で、あのね、やっぱり僕らの子供の時と今とでその祝日の名前とか日にちが変わってきてるんで、うんうん、ちょっとよくわかんないですね。確かに、はい、正直言って、うん、かなりこう変わるじゃないですか、うん、だから僕もねちょっとね正直ね忘れます。なんか調べちゃいますよね、うん、あれ今日何の日だったかなって言って、そうそうそう、気がついたら変わってることが多いんでね、うん、それが結構困るし、うん、多分普通にね会社に行かれてる方だったらやっぱ休みのこと気にするじゃないですか、うんうん、だから皆さん詳しいと思うんですけど、やっぱりねフリーランスなんでよく分かってないんですよね、うん、あんま関係ないもんね。まあそうですね、祝日か普通の日かっていうのと、お休みかお休みじゃないかっていうのは僕らはあんまり関係ないんで、うん、はい、僕今日実際お仕事行きましたしね、うんうん、はい、あんまり関係ないところになってます。はい、はい、なんですが、今日はねちょっとお休みらしいこともありまして、うん、今日お仕事行ったんですけど、はい、何、帰りにねお土産をもらったんですよ。お土産、はい、でお土産の中に冷やし中華がありましてね、うんうん、はい、冷やし中華っていうのは、まあ今までライブ配信とかでもね何度かお話はしてると思うんですけど、なんて言ったらいいの、冷やし中華は冷やし中華っていう食べ物だよね。そうだよね、うん、でも知らない方がいればその方のために説明すると、うんうん、冷たいラーメンでもないんだけど、うん、まあでもそういうことなんです。冷たいラーメンなんです、まあ、冷やしが冷たいんですよね。はいはい、冷やしはそうです。で中華はまあ中華そば、うん、ラーメンのことなんで、ラーメンの麺を使ったまあ、冷たい料理ですね、うん、はい、はい、で今日それを食べたんです、うんうん、で今日はすごい暑い日でね、30度近く気温が上がった日なんですけど、僕の中ではね冷やし中華を食べると、あ、もうそろそろ夏が来るなという、うんうん、はい、この間ちょうど88夜っていうねお話を、2日だったかな、5月2日だったかにしましたよね、うん、はい、でそれとも関係してくるんだけど、やっぱり夏だなっていう風にこう感じるようになってきたなと、うん、そうだね、はい、そしてまあ冷やし中華を食べたわけなんですけど、冷やし中華のじゃあ説明してもらおうかな。冷やし中華今日作ってくれたんでね、はい、はい、じゃあどういうもんなのかと、うん、まあ冷やし中華ね、まあさっきもね話をしたんですが、まずは麺があります、うん、ラーメンの麺ね、ラーメンの麺、まあ、それ茹でて、うん、まあ、水で洗ってね冷やしとくと、そう冷やしておきます、うん、まあ、それが一番真ん中にこうお皿の真ん中にね、うんうん、乗るんですけど、うん、その上にねいろんな具材が乗ります、はい、で具材がねいろいろあるんですよ。で今日乗せたものはきゅうり、あとね卵、トマト、とね、鶏肉も乗せたかな。そうだね、うん、ハムの時もあるよね。ハムの時もある。ハムの方が多いですけどね。あ、そうですね、はい、うちは鶏肉でやりましたけどね、うん、はい、はい、まあそんな感じでこう野菜とねお肉を乗せてね、うん、サラダみたいな、うん、サラダラーメンみたいな感じですよね。そうですね、いわば、うん、であとはまあ一般的には紅生姜とか乗せたりとか、うんうん、します、ね、しますよね、うん、はい、で冷やし中華のタレっていうかね、うん、ちょっとねなんていうんだ、特別な味がしますよね、まあ、最後にねそれをかけるんですけど、うん、酸っぱいね、そうそう
あのお醤油の味があるかな、うん、うんうんうん、ありますね、うん、だからちょっと面白い味なんですよね。そう、はい、ちょっとお伝えするの難しいんですけど、そう、冷やし中華の味です。でも、はい、あの食べたことある方は冷やし中華の味っていうのは分かると思うんですけど、うん、なんで今日はそれを食べて、うん、すごいこう夏を感じたなと思うんですね、うん、いや美味しかったです、うん、日本ってさ、そういう夏を感じる料理とか、まあ、冬を感じる料理とかね、まあ、もちろん秋とか春もあるんだけど、そういうの多くないですか？うん、多いと思います、ね、すごい多いですよね、うん、で、まあ、特にこう冷やし中華っていうのは、まあ、最近僕はあんま出かけないからなんですけど、例えば車でこう走ってて道路にね、ラーメン屋さんがあったとすると、うん、もう冷やし中華っていう、こう看板っていうのかな、こう、まあ、看板みたいな、はい、旗みたいな、のぼりっていうんですけど、うん、出てることがあって、うん、あ、もうそんな時期かと、うん、もうそんな季節になったかっていうね、そういうことを感じたりするんですよ。はい、はい、そういうの面白いなと思ってね、うんうん、食べたくなりますね。そうなんですよ。で、まあ、冷やし中華っていうとやっぱりこう、まあ、ちょっと5月は早いかな。暑いんでね、うん、最近暑いから早めに始まるのかなっていう気がしますけど、うん、まあ、大体6月か、うん、夏ですよね。そうですね、夏の間だけ食べれるっていうようなイメージがありますけど、うん、はい、まあ、皆さんもね、ぜひ冷やし中華食べたことない方は食べてみていただきたいなと思いますし、うん、あとは僕がちょっと今日聞きたかったのはね、あの皆さんの国で夏が始まったなとか、まあ、他の季節でもいいんですけど、そういう料理がありますかっていうお話を聞きたいなと思ってまして、うん、はい、いや気になりますね、うん、例えば日本だったら春が始まったなって思う食べ物はこの間話したと思いますけど、うん、まあ、お菓子で例えば桜餅とかうぐいす餅、あとは、春の山菜の天ぷらですね、うん、があのすごく春を感じるとかね。で、秋だったら、キノコの料理があったりすると、はい、でそして冬はやっぱりお鍋ですね、うんうん、あとはカニとかそういうものがあると、あ、もうこんな時期かっていうのはね、お話を、まあ、いつもいつもしてますけど、皆さんの国で、僕が気になるのは特に夏ですね、うん、夏が始まったよっていうような、今日のね、冷やし中華みたいな料理がもしあれば教えていただければ嬉しいです。はい、いや美味しかったね。美味しかった、うん、あ、美味しいなって思って、はい、もうペロッと。そうですね、ペロッとってのは本当にあの食べ物をこうすぐなくなっちゃうぐらいパッと食べちゃった時に、うん、ペロとかペロリとかね、うん、いう言い方をしますけどね、はい、はい、あの冷やし中華は結構トッピングとかね、今言った、あとはその例えばマヨネーズつけるとか、うん、からしをつけるとか、そういうあの個別のね、それぞれの人のこだわり、あと酢をかけるとかね、うん、あのいろいろあると思うんですけど、あのそういうのがまた楽しい料理ですね。はい、うん、皆さんもぜひ食べてみてください、うん、ということで今日は冷やし中華のお話をしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。ではでは。